あ、こんにちは、どうも、こんばんは。これが、はじめ社長に可愛いと言わせた初心者たちだよ。え、相手ローラー3万円するんですそしてコロコロローラーである。何その、ちょっとずつしか進まないの。え、待って、可愛い。何をやってるんだあ、飛んでる。パンさんは初心者観察の時に初心者狩りだったらどうしてます？初心者なのか初心者じゃないのかわかんないから倒しに行こうにも行けないですよね。あ、惜しい。いや、もしその初心者だったらかわいそうだなって思ってて、あんまキルしに行けないですよね。で、あからさま上手かったりしたらちょっとキルしに行きますけど、ここっていけるんかな。お、あ、いける、危な。これローラーかわいいんだけど、ローラーかわいい。あははは、衝突した。このローラー見ててさ、スプラトゥーン初期のこと思い出すね。僕その時やってなかったんだけど、メガホン味方に向かって撃っちゃったよ。この子メガホン味方に向かって撃っちゃったよ。初期の頃はやってなかったんですけど、その初期ってローラーが最強って言われてて、みんなローラーばっか使ってたんですよ。僕はやってなかったけど、動画見ててね。またインクないのに。かわいすぎる。これなんか分割して動画として出そうかな。ここローラー兄弟かわいすぎかよ。なんでお前ら同じとこ塗ってんだよ。あ、分かれた。あ、落ちた。いや、彼らは本当にただただ塗りを楽しんでるって感じがしていいな。昔の心を思い出させてくれるぜ。塗ってる塗ってる、頑張って。上手くなった姿をまたどっかで見せてくれ。多分その時リュートさん切れちゃうと思うけど、怒っちゃうけど、え、何このローラー上手すぎとか言って怒っちゃうと思ったから。あはははははは、このローラー可愛いな、本当。はい、やられちゃう、やられちゃう。あっぶねえ。前回の動画のチャージャーがお気に入り。前回の動画のチャージャーどんなんだったっけ。あ、覚えてないや。どういうことやねんって感じ。ベリベリキュートでどういう感じやねんって感じやけど。君にやってる。キリ君、さっきキリ君がスピナー使ってたけど、今度はキキ君が、あの、バレル持ってる。いや、待って、まあ、相変わらず可愛いな。あ、そして、破天荒に突っ込んでくるモデラー。さあ、正面衝突だ。あ、負けちゃった。さあ、この破天荒ボーイはそこで潜伏ってやつ違うわ。突っ立ってる。破天荒やな。あ、かわいいよ。でも戻ってくるんかい。アクテルギウスさん、こんばんは。今日も、愛に報いましたか？今日も脳震えてました、もしかして。あ、振ってる。この北斎、この北斎は？え、もしや普通にお上手な方か？あ、キキ君、ナイス。お、モジュラーが、破天荒ボーイが来た。破天荒だ、こいつ。
ちょっと上向いてるの可愛いな。お前可愛いな。お、どこまで行くんだ。おお、もうお前二人いたんかい。何をやってるんだ。そこで君ら何をやってるんだ。三人衆だ。破天荒三人衆だ。やつら破天荒すぎるやろ。あ、やばいやばい。え、まさか初心者の方々にリスキルされるとは思わなかったな。理科初心者の方々にリスキルされましたけど、僕たちのチーム。あ、下にいる。下で撃ってる。こいつはヤンキーだろ。そこに飛ぶんかい。飛ぶの大好きかよ。いや、かわいすぎこれは。いや、さて、今回かわいすぎたな。スーとか今全部気がする。多分2年前かな。多分。よし。バイワイとかの信じたらわかる。かわいいですよね。あの、この前置いた、あの、水没してた若葉、かわいかった。あ、金目の上を歩くような、かわいいな。え、かわいい。え、かわいい。ずっと歩いてるけど。どこまで行くんだろう。どこまで行くの どこまで行くんだ、君。君、どこまで行くんだ。待って、どこまで行くの君。おお、すごいとこまで来たね君。ドキズレ起こすんだけど。なかなかできないことだよそれ。正面突っ切って敵陣まで行くってなかなかできないことだよ。それをやってのけるなんて君天才か。え、味方強いんだけど、相手3枚落ちてるんだけど。この子かわいい。めっちゃ綺麗に塗ってくれるな、この子。綺麗好きか？いや、このさ、突っ立って歩いてるときさ、何かしたいんだろうなっていう気持ちになってほっこりしますよね。何か押したいんだろうなっていう。あ、倒しに行くのか。お、引きに行った。あ、死んだ。ナイス。あ、生きるぞ。いるぞ。いけ。あー、君、負けちゃった。何？あのローラー強いぞ。あのローラー強いぞ。いや、コロコロローラー全員一かもしれん、彼。え、やばい、死んだ。お、あ、え、お、ラグ。やば。チャージャーの音がする。あ、チャージャーいる。頑張れ、チャージャー。頑張れ、チャージャー。それでどこに行ってるんだ。チャージャー。それ、多分チャージャーの使い方間違ってると。面白いな。そのチャージャーの使い方面白いわ。かわいい。あ、負けちゃったよ。
そして負けちゃったよ。